皆さんこんにちは武田邦彦非公式ブログへようこそ本日お送りするのは小泉進次郎という売国土についてです小泉進次郎について京都大学の藤井聡先生と元官僚で制作コンサルタントの室伏健一さんが対談しています会話の途中で爆弾発言もありますのでこうご期待それでは動画をご覧くださいえ室、ー、伏さん 今日はお越しいただきます室伏さんはいわば脱藩官僚ということで、はい。<laughs> 総務省今でいうとこの総務省で官僚をやられてでそれから、えーまあ、退職されてコンサルタント政策コンサルタントをずっと今やっておられていろいろ言論活動もされている方でありますけども、はいえー、この政策コンサルティングの観点からです、ね、この総裁選についてぜひいろいろとお話をお聞きしたいと、はいでまあ、今9人の方出られてますけども <laughs> 今のところまあいろいろな情報を総合すると,、えー、とこの3人絞られてきてるんじゃないかなと一般的に言われて、はいます。はい 勝つのは決選投票のところのこの3人のうちの2人ではないかと、うん、高市早苗さん石破茂さん それから小泉慎二郎さん。この三人なんですけども、えー。まあやはりその一般の方、この三人の方の政策についてご関心だと思いますので、いろいろと何派でどういうようなバックがいてとかっていう議論もあるんですが、やはりその政策論というのが一番国民にとって大事ですから、こ、はいね、政策論について今日は特に焦点を絞ってお話したいなと思うんですが、うんえー、問題だという方から、まずいろいろとお話しを伺い、<laughs> こいつのこれはあかんやろみたいなのがあるんじゃないかなとも思うんですが、はい、まあその辺りから村瀬さんのご意見をお伺いしたいな、はい、りましたかまず冒頭ちょっとですね役人を私辞めてすぐにあの、うん、政策コンサルタントをやったわけじゃなくてあの一応商社のシンクタンクとコンサルティング会社とあとはその、まあ、ご承知の,、ね、あのもう過去の人になっちゃいましたけど、うん、あの方の、えー、政策担当秘書ということで一応その民間のビジネスとそれから政界も、ね、あの秘書という形で 経験しているととうこでで特にそのビジネスのことをですねちょっとまあ一応経歴として強調していきたいと思うんですがなぜかというとまあこれから話す一番問題がある方というのはビジネスがなんとかがっていうふうに言って俺はビジネスは分かってるぞというふうな体で話してるんですけども残念ながらそのビジネスの世界まあ僕は実はビジネスの世界の方が長いんですけども経験した人間からすると「こいつ全然分かってないよ」とよくですね私が役人しかやってないと勘違いをして「お前なんかビジネスね民間に行ったことない」って言われるので 実はしっかりと勉強してますよという、そういうふうなことを皆さん知っていただいた上でで聞いていただいた方がよろしいかと思うので冒頭、そちらを強調させていただきたいと思うんですけど、言わずもがなだと思いますけど、も一番問題があるのは、小泉進次郎やそうですかね、総論で言っちゃうと、本当はこの人の言ってることって、政策以前の話なんですね。 きょうは政策の話すると言いながら、政策に入る前の前段で、こけてはるんちゃうかと。まあこれ、もういろんなですねあの討論会のですね動画とかご覧になってると、あ<ー>もうあの質問の趣,趣旨というか、質問の意味が分かってなくて、<ー>だから答えられない。 っていうだけじゃなくてですね。うん、自分が主張している政策自体はですね。うん、あの人理解できてないんですね。あそういうとこありますね。だからあのこちらね。うん、あの政策まあ彼のですね。うん、あの決着信じない扉を開けるって書いてあるんですけど。ね、そこに書いてあることがですね。うんうん、彼自身が説明できてないんですよ。ああ、できてないですね。はい うん、ですから、そのういう彼もう政策的にアウトというより、政策以前の段階でアウトというふうな <laughs> だからこう、自分が主張している政策を理解できてないて。できてないです。その主張している政策が言われる以前に。そうです。何言ってるか自分で分かってないじゃないかっていう疑義があると。そうですあ。僕もその疑義には相当賛同しますですね。<laughs> だって説、質問に答えてないですしね。答えられないんですよ。 うん、例えばどんなやつですか例えばですね、うん、あのー、彼のですね、政策のです、ねはい、正義なき規制改革い、まるでね、親父みたいなうぞしてるんですけど,あど、労働市場改革の本丸で,である開国機関を見直して話をしてるんですけど、うんうん、彼は、 あの解雇規制があるから、うん、だから非正規と非正規の、ね、差が出ててそれが解消されないと、うん、自由な働き方がねあの要は保障されなくなってみんなこんな働き方をしたいとか、うん、こういう職員に就きたいと思って、うん、もこれがあるから、えー、できないんだけど解雇規制を見直して、まあ、要するに解雇規制をです、ねうん、緩和撤廃することによってそれができるというふうに彼は、うん、説明するすまあ普通に考えると、まあ、規制緩和してるするっておっしゃってると思いますよね。 なんですけど、まあ、要するにあの、開国規制いやそもそも今ねあのなんで非正規と正規が生まれたんですかとかね、うん、まあお前の親父が悪いんじゃないかって話なんですけど <laughs>、はい、あのその話であるとか、うん、それからあのそもそも、ね、いろんなところに転職したりとかするって話が、うん、いやそんなあの規制ってありましたっけと だってそもそも外国生じゃなくて自分で自己都合退職をしてできますから、ね、で転職会社にもうそもそもね、うん、あのもうあの先にあのずっとやっておいてうん、うん、転職先もう決まりましたって言ったら転職するってこれ普通に当たり前ですしうん、うん、それがなければですね あのお父様が仲良かった某ですね、うん、人材会社とか、他のいろんな転職会社ですね、そういうところがこれだけ活況を呈するわけないですし、私も転職した人間ですけど、そうそうね、かなりいろんなあの案件、ご案内いただきましたんでね。うん 転職の自由は相当保障されてるかなり保障されてますし、役人人材が外に出るってなると、かなりセンクタンクとかコンサルとか、かなりたくさん来るんですよね、ですから、どこが不自由なんだろうかと、特に私の出身大学の国際基督教大学、ICU なんかもジョブホッパーで有名ですから、いろんなところにどん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 転職して、同級生なんかですね、数年前にあった会社と大体変わってるのが当たり前ぐらいな ことがあるのでいや、うん、そういう現状を彼は知らないのかなとそこからまず始まってしまてうん、しわけで,す、ね、で彼、あのなんから、外国規制緩和だと誰もあれ解釈しますよね、あそこあ文、だから首を切りやすくするんだなと、それに対していや、この状況で首を切りやすくしたってだめじゃないかと、日本はむしろその首が切りやすい側の方なんだから、はい、これ以上首を切りやすくしてどうするんだという批判が起こったわけですけど、それに対して彼自身はね、いや、これ、規制緩和じゃないんだ。 規制の見直しだとかってなんか言ってるんですよね。<laughs> これでいやいやえ、じゃあどう見直すんですかって聞くとね。いや、彼自身も、これまた言ってることがね、もうめちゃくちゃなんで、ちゃんと僕が、あの、彼の言ってることをとりあえずできてるかどうかもう複雑なんですけれども、どうやら彼が言ってるのは、えー、っと、うん、転職をしやすくして、マッチングをきちんとできるような社会にすると今村尾さんがおっしゃった話。 はい、を言うんですよね。はい、だからそのために、えっ、ー、と、解雇するときには、必ずリスキリングとか、それとか、えっ、ー、と、教育をしましょうと。その教育を義務付けるんだとかって言ってるんですよね。うん、いやで、それで教育したら解雇できるんですよね。彼の言ってる通りやったら。それ解雇規て買わなっとりゃんけ。だってこう、リスキリングしたら解雇できるんですから。はい 要するにしかももともと金銭解雇といってお金を渡して解雇するってやり方はもともとその解雇規制の緩和の中で言われたんですけど、うんすね、お金を渡さないでそリースキリングというですね、うん、よく分かんないことをですね、うん、やって解雇ですから、うん、お金なくて首切られてさあどううししましょうじゃ、うんうん、お前を教育したったんだからあとはお前の実力でやれってことでしょ要するに自己責任で何とかしろってうかこれ要するに規制、えー、緩和してるんですけどいやこれは規制緩和じゃないって言ってるんですよね。<laughs> 話、もうちょっと話できへんなーって、ね。いや、だか見直しと緩和の意味がね、うん、改革とか緩和の意味が全然分かってない。分かってないですね、えー。見直すってことは緩和の方向もあれば強化もありますけど、まあ,ま,あね、まあ見直して結局ね、うん、あのー、そのリスクニングの条件にして解雇できるようにするってことはもう、うん、これ緩和以外は何も全然ないわけですよね。そうなんですよね。まああとはどんなところですか。まあこれもなんかめちゃくちゃな話じゃな、はいってことです、す、はい、あとその彼の。 あとは正規なき規制改革というのがライドシェアって言ってますからねこうなんかいろんなことやるのかなと思ったら日本の五百0 6 0 0兆のマーケットの中の1.6兆円のタクシーだけ取り出して、はい、でしかもタクシーにおいてアプリを使いやすくするっていう話ですからねアプリが使える範囲を広げるっていうのがライドシェアですからね、まあ、ライドシェアまどんだをまかその そうなったらどうなるかといったら今のタクシー会社、せっかく賃上げで運転手が戻ってきてっていう状況をぶっ壊すわけですからまあ岸田政権で言えばねあの賃上げの好循環をこれ自ら壊そうとするわけですよね。要するにあの小泉進次郎さんが岸田政権の賃上げ政策が間違ってるんだと。 賃下げすべきだというふうにお考えだったらそれは正しいんでしょうけど賃下、まあ、げすべきだったらね、うん、そうされたらいいんですよねあとタクシーなんかどんどんなくなってしまうというふうにお考えだったら、うんあね、まあそれはそうなんです、ね、そうですね、ええうん、だからタクシーなんてもっといらないんだと思、ええ、うん,思んだすからね高額地帯が生まれたのって原因は緊縮財政でしょうと。うん うんうん、要は人がいなくなるようにしてインフラが不便になるようにしてどんどん,どん,どんその交通に対する需要をなくしそれから、あとはあれですよねまあ例えばバスなんかにしても受給調整規制まあタクシーもそうですけど緩和をしてえ無駄な競争をさせるようにした。 その結果ですよね、うんうん、その結果交通工学者が生まれてるんだったら、うん、やるべきじゃないかといった規制の本来強化のはずですよね全くその通りですね規制を強化したら、えー、賃金が上がっていきますから、えーすね、賃金上げをどんどんんどんどん進め ていくためにはそれが必要で、かつ賃上げが進んでいけば、ああ二階建がどん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 入ってきますから、ええー、とタクシー供給量も増えていくと。増えてきますし、すよね、バスの増便も可能ですし、うん、バスの運転手さんも戻ってくるということで、うんうん、地域の公共交通の体系がもう一回再構築することができるわけですよね。うんうん、空白地帯を埋めるためには、地域の公共交通の体系を再構築するのがこれがあの正解か、うん、のはずなんですけど、うん、彼はそれをぶさらにぶっ壊すことをですね,ですねやろうとしている。ただそれが意味は分かってない。 ってないですね、まああのウーバーと一緒に写真撮ったりとかあとその Go アプリっていうそのライドシェアをやったら必ず儲かる会社のバックにい,い,いるー、えー、DNA っていう会社の会長と仲良かったりとか。 なんかその個人的なお付き合いはすごく終わりなんみたいなですよね。あえー、まあ Go アプリはね、うん、あれはあのそのなんですかね、こうあのアプリの方は DNA ですけど、うん、あれ自体はそのえっ、ー、と日本交通ですね。うん、あそうですそうです。そこがメインで仕切ってるのがはい。うん、あの日本交通の、えー、川鍋っていう社長がいて、川川辺さんで,、ねで,ねうん、で日本全、はい、あの卓連の全卓連の会長なんですけど、はいはい、まあ意外と彼があのー、ライドシェア派 じゃないかという疑いをみんな持ってるんです、ね。えっとそれはですね、あのー、実は私あのー、タクシー会社の社長が同級生にいて内々、うん、の話としてそれは聞いてます、ねうん。これ結構爆弾発言僕今してるんですけどね。えー、まあなんかそこと仲良くつい,つい,つい,ついっちゃいましたけど。うん。仲良くしてるんじゃないかっていうので、<laughs> で結局なんかそこ儲けさせたいんかお前みたいな。ああ。でかつその DNA の裏側にゴールドマンサックスがあの100億ぶっ込んでますから、今あそこは大赤字なので、それ回収したいんですよ、ね。そのゴールドマンサックスは。 だからそこからの祭り、ま、からそこに対する忖度そのこ,こからの依頼で信、まあ、次郎が動い,動いているというふうにもろ見えますよね。だからこれ普通に売国としか見えないです、ねうん、と加えて言えば結局彼の,その言ってる話っていうのは時代遅れの新自由主義政策ですから新自由主義を推進して自分たちの設けようとしてるのと、うん、どっかというと経連じゃないですか。 で例えば、そのまあウーバーなんかのです決済回りなんかは、うんえー、楽天がやってたりとか要するに決済回りってすごい儲かるんですね、うん、手数料商売で、うん、だからそこに行ってるからさらにもっとやってほしいっていうのもありますし、うん、マスクもね、うん、携帯電話で出し失敗しましたから、うん、あのあったりとか,かなんかね神経連系とかあと神経連のまあ 下にいるようなですね。うんうん、さらにその、なんていうんですかね。こう、あの軽薄な体と言いますけども、うんうん、デジタル系企業が。うん、まあ、集まっているところがあるんですけど、うんうん、そこであの小泉進次郎氏はですね、記者会見をやって。うんうん、まあ、そういうところも、そのこういう、あの、うん、例えばライドシェアだとか。あとはその規制をね、緩和することによって、儲けることができると。うんうん、で、しかもそれも。もう目先の利益ですよ。そうですね。だから、目先で、の利益で儲かる人たちとお。 まあ、なんか直接間接に影響を受けて、まあ、場によったらその上のボスに言われてそのボスから言われてるだけかもしれないですし、うん、ご本人のお友達なのか何なのかちょっと分からないですけど、まあ、いずれにしてもそういう方が喜ぶようなことをされる一方それによる社会的弊害マーケットに対するディープインパクト、うん、破壊力っていうものについてほとんど理解できていない。 いいよように見受けられますよね理解してないですし結局あの何、うん、だろう耳障りのいいこととか、うん、なんかこれ言ったらかっこいいんじゃね、うん、俺かっこよく見えるよね、うん、って話を言われるとそれをそのまま言うっていうことしかできないとさていかがでしたでしょうか制作以前にまともな会話ができない進次郎もはや論外です以上武田邦彦非公式ブログでしたチャンネル登録がお済みでない方は チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。